皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回の動画では、タイムトラベルが可能になった世界について考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。時間旅行の概念は数世紀にわたり文学、映画、科学的探求に浸透してきました。時間を旅するというアイデアはしばしば逆説の幽霊に伴ってきましたが、過去を変える逆説の影響を受けない未来に時間旅行が可能になった場合、私たちの世界に深い影響を与える可能性があります。時間旅行の科学。逆説のない時間旅行の実用的な応用を探求する前に、現代物理学の文脈で時間旅行の理論的な基盤を簡単に理解することが重要です。アルバート・アインシュタインの相対性理論は時間に関する私たちの理解の基礎を築きました。この理論によれば、時間は相対的で物体の速度や重力場に影響を受けます。時間の拡張という現象はこの理論の結果であり、物体が速く移動したり強い重力場にさらされるほど、その物体にとって別の参照系にある観察者に比べて時間が遅く経過します。この理論は時間の操作の最初の手がかりを提供します。量子物理学の領域では、量子もつれの理論は古典的な時空の制約を破る可能性を示唆しています。我々が量子もつれを制御し操作できるようになれば、時間的な通信を瞬時に行う可能性が開かれるでしょう。これらの理論的な基盤にもかかわらず、時間旅行を現実のものにすることは複雑な試みです。現在の理論によれば、時間は一方通行の矢で常に前に進んでおり、過去は変えられないとされています。しかし、将来の科学的な進展がこれらの障壁を打破する可能性があるとしたらどうでしょうか。逆説のない時間旅行の可能性を探求するために、いくつかの主要な発展が起こったと仮定することから始めましょう。多世界仮説。このシナリオでは、時間旅行は多世界仮説に基づいています。この理論によれば、可能な全ての出来事や意思決定に対して新しい宇宙が創造されます。時間旅行者はこれらの宇宙を移動し、異なる結果を体験できますが、自分のタイムラインを変更することはできません。これにより祖父の逆説が排除され、過去に戻ることはできますが、自分の過去を変更することはできず、代わりに別の宇宙の運命に影響を与えることができます。高度な量子制御。この未来では、人類は量子領域に対する無類の制御を開発しています。量子もつれを利用し、量子コンピューターは時間旅行を実現可能な複雑な計算が行えるようになっています。量子状態を操作することにより、時間旅行者は意のままに特定の他宇宙にアクセスできます。倫理と時間の規制。社会は時間旅行を規制する厳格な規則を確立しました。これらの規則は歴史的な出来事への干渉や重要な決定の操作を防ぐために設けられており、高度な AI システムがこれらの規則を監視し強制するのに役立っています。時間旅行観光。時間旅行は科学的な探求だけでなく、繁栄する産業となっています。観光客は過去または未来を観察者として訪れ、出来事に影響を与えることなく観察できます。この種の制御された観光は大きな収益を生み出し、科学的研究に貢献しています。時間旅行の応用。
逆説のない時間旅行のシナリオが実現した場合、この革命的な技術の応用の可能性は無限です。時間旅行は社会、科学、人間の経験の様々な側面に重要な影響を与えることができます。歴史的研究と教育。時間旅行は歴史家、考古学者、教育者にとって新たな次元を開くでしょう。研究者は歴史的な出来事を直接見ることができ、謎を解明し、長らく信じられてきた理論を確認、または反証することができます。生徒は古代文明を歩き、歴史的な転換点を観察し、没入感のある学習体験を作り出すことができます。科学の進歩。歴史的な科学的発見を目撃する能力は、研究と革新を加速させるでしょう。科学者は、過去に戻って、画期的な実験を観察したり、前任者とアイデアを共有したりできます。この直接的な知識へのアクセスと、時を超えた協力は、物理学から医学まで様々な分野での、より早いブレイクスルーにつながるかもしれません。環境研究。時間旅行は緊急の環境問題に取り組むのに役立つでしょう。科学者と政策立案者は生態系が未加工の状態で観察でき、長い間傷ついたり破壊されたりした生態系を理解し回復させるために古代の植生や動物相を研究できます。この直接の経験は効果的な保全活動を推進するでしょう。社会と文化の保存。絶滅の危機に瀕している言語、文化、伝統を時間旅行を通じて文書化し保存できます。人類学者と言語学者は先住民コミュニティと交流し、彼らの遺産や言語を保存し、その消滅を歴史の闇から救えるようにすることができます。歴史的な謎の解決。長年にわたって捜査者を困惑させてきた冷たい事件や歴史的な謎を時間旅行を通じて再訪できます。専門家は新しい証拠を収集し、長らく不明であった謎の解決につながるでしょう。医学の進歩。医療の分野では時間旅行は興奮する可能性を提供します。医師と研究者は疾患の進行を観察し、パンデミックを研究し、より効果的な治療法を開発できます。この直接の経験は、医療を革命化し、治療法と療法の迅速な開発につながるでしょう。リソース管理。時間旅行はリソース管理に適用できます。特に資源の枯渇、土地利用、インフラ計画に関連する問題に対処できます。過去の土地利用を調査し、生態系の進化を追跡することで、持続可能な開発とリソース配分を指導できます。災害の予防と軽減。歴史的な災害、自然のものも人為的なものも、過去の出来事を研究し、未来の災害を最小限に抑える戦略を開発するための情報を提供できます。政府や組織は過去の出来事を分析し、将来の災害を最小限に抑える戦略を開発できます。個人の成長と経験。個人的なレベルで、時間旅行は自己啓発と成長に利用できます。個人は自分の過去に戻り、視点と理解を得たり、誤りを訂正したりできます。元のタイムラインを変更できないものの、より深い個人的成長とクロージャーの感覚を実現できます。エンターテインメントと観光。前述のように、時間旅行は繁盛する観光業を生み出す可能性があります。観光客は古代文明を訪れ、有名な歴史的な出来事を目撃し、未来を探索できますが、タイムラインに干渉しない厳格なガイドラインに従わなければなりません。これは冒険者にとってユニークで忘れられない体験を提供します。
旅行の潜在的な応用はエキサイティングですが、多くの課題と倫理的な考慮事項も浮かび上がります。逆説のリスク管理。タウチューベースの時間旅行シナリオでも逆説のリスクは残ります。規制当局と運用者は歴史的な出来事やタウチューのパブリックを劇的に変える可能性のある出来事に干渉しないように最新の注意を払わなければなりません。プライバシーの懸念。許可なく過去の人々を観察することは重要なプライバシーの懸念を引き起こします。個人を望まない侵入から保護するための規則が必要です。倫理的観光。時間旅行者が歴史的な出来事を妨害せず過去の人々を悪用しないように厳格な規制が必要です。リソースの割り当て。時間旅行技術の開発と運用には多大なリソースが必要かもしれません。研究と教育のために商業的な利益だけでなく公平なアクセスを確保することが不可欠です。環境への影響。時間旅行の結果、環境への影響を研究し軽減策を講じる必要があります。時間旅行の無規制な使用は生態系に干渉したり過去に意図しない変更を導入したりする可能性があります。自由意志の保護。未来からの個人が歴史的な人物の自由意志に干渉する程度に関する倫理的なジレンマが存在します。探査と歴史の代理人の尊重の間にバランスを取ることは重要です。文化的感受性。時間旅行を通じて先住民や古代の文化と交流する場合、文化的感受性を持ってアプローチし伝統、信念、慣習を尊重することが必要です。逆説のない時間旅行が可能な仮想的な未来では、人類にとっての機会は広大で変革的です。時間旅行は歴史的研究、科学的発見、環境保護など様々な分野に影響を与える可能性があります。長らく解決しきれなかった謎の解決策を提供し、個人の成長を向上させ、ユニークなエンターテインメント体験を提供します。しかし、時間旅行技術の開発と規制は慎重に進める必要があります。強固な倫理的ガイドライン、プライバシー保護、歴史的な人物の自由意志の尊重がこの強力なツールの責任ある利用を確保するために不可欠です。時間旅行の可能性を考える際にそのような進展が歴史、科学、人間の存在に対する私たちの理解を再構築することを忘れてはなりません。この力を活用する鍵は、科学的な突破だけでなく、時間旅行の責任ある倫理的利用にあることを覚えておかなければなりません。この時間を旅する旅が、過去、現在、そして未来にポジティブな影響を与えることを確保するためのものであることを。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き、未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。